はい、今日もね、ホットサンドメーカーを買ったので、ホットサンドを作っていこうと思います。よろしくお願いします。まずはね、卵を、ボウルに一つ割ってください。私が誰か分かりますか？分かりませんか？こんにちは、どうもこんにちは。私はムスカ大佐だ。土井義晴に通信機器を破壊された。これより臨時に指揮を取る。まあ寸劇は置いといてですね、大さじ1の、粉チーズを、入れていきますよ。多すぎても少なすぎても飽きません。あ、出ませんね。次はムスカさんお願いします。次は牛乳を入れたまえ。牛乳が苦手な人は豆乳でもいい。これもまた大さじ1を入れる。次は耳だ。いや、マヨネーズだ。大さじ1。これあのムスカさんあまり大さじ1ですけども、大きくても少なくてもいけないので、それなりに入れといてください。何をする。私が政府の密命を受けていることもお忘れなく。あ、すいません、邪魔してもうたね。次はニンニクを入れていきますよ。これは、カルボナーラ風なんで、好みで適量入れてくださいね。まあニンニクの味もどれぐらい入れたらどれぐらい濃くなるか、調整をしながら入れていって、ください。これで、3分の1ぐらいの工程は終わりましたので、次は、材料を切っていきますよ。ウインナーの香薫は嫌いですか？まあ好き嫌いは置いといて、ウインナーは、お好みで、入れてくださいね。うちにはベーコンがなかったので、ウインナーを切っていきます。こずらせたら、ちょっとジッパーを閉めるのがちょっと手こずってしまいましたね。ここを見てくれ、怯えることは。こいつは初めから死んでいる。ウインナーは、もう調理済みなんだよね。あとは熱を通すだけで、大丈夫ということですね。君はラピュタを宝島が何かのように考えているのかね。あのちょっと何、いきなり何を言ってるのかはちょっとわからないんですけれども、とりあえず、具材を切りましょう。私は手荒なことをした。突然のことでちょっと混乱してますけども、あの少年の命運、こうやってギザギザギザと細かく君が協力してくれるなら、てくださいね。あの少年を自由の身にしてやれるんだ。ちょっと後ろうるさいですね。制服さんの悪い癖だ。ことを急ぐと元も子もなくしますよ、閣下。はい、以後気をつけますということで、材料が切れたので、先ほどの卵と、調味料に、ウインナーを混ぜていきますね。それでね、これ混ぜるときにね、ニンニクが、固まっているので、しっかり、材料を混ざるように、根気よく混ぜてくださいね。ああ、なんかまだ、絶対があるんですよな。それではね、次用意するものが、バターですね。私はあまりフリートークに向いていないんだ。ムスカ大佐のモノマネはですね、声のサンプルがあまり少ないもんですからね、フリートークにはあまり向かないというわけですね。早くしろ。あ、すいませんね、ジップロックがまだ時間かかりましてね。このバターはね、10g、作っていきますよ。これ測ったらね、20g だったので、半分にして、焼いていきますね。熱っ。ホットプレートがね、何も初めてなもんで火加減がちょっと難しいですけれども、バターを溶かしていきますよ。
もう少し時間がいります。そうですね、この白いのが、トロッと溶けるまで、バターを溶かしていきます。3分間待ってやる。まあ、20秒もしないうちに消えると思うんですけれども、ちょっと消えるまではちょっとゆっくりしていきましょう。この体が金属なのか粘土なのか、それすら我々の科学力では分からん。これはアルミですね。ほう、ではバターもいい感じに、熱されてきたので、次の工程の準備に取り掛かりますね。それでね、ここに、先ほどの具材を入れていきます。スクランブルエッグの硬さはですね、ホットサンドなんで、少し柔らかめにやっていきたいと思います。バルス、ムスカさんどんな人だったんですか。あ、目が多分ね、間が持たなすぎて、尺が結構長かったんですね。聞いてくださいね、この心地よいこのジューという音、これを頼りに料理を作っていくんですね。そうすると美味しい料理ができる。まあ硬さはこれぐらいでいいかと思います。皿にのせるんだ。8枚切りは嫌いですか。好き嫌い云々というよりもね、ホットサンドメーカーに、8枚切りを入れてくださいと書いてあったんで、8枚切りのパンを入れます。具材は上にこうやって、乗っけていきましょうね。急にどうしはった。モールス信号で、早く食べたいというふうに息子大佐が申し上げております。もう一枚大きさまえ。はい、それではですね、ホットサンドメーカーの上蓋を、つけて、中火で、焼いていきたいと思います。だいたい1分間ぐらいを目処に、中火で、焼いていきます。3分間待ってやる。はい、ありがとうございます。全部で終わるのが、だいたい3分間という形ですね。あ、やばい、焦げてきた。では、裏面も1分間、焼いていきますね。うるさいな。おお、素晴らしい。これこそがラピュタの力の根源なのだ。はい、今回使わせていただいたのが、このクーベルさんのホットサンドメーカー。使いやすくておすすめですよ。ラピュタは滅びん、何度でも蘇るさ。